電池ね。テレビもね、ね、電池もね。バスもね。よく知ってるね。いや最近面白いんですよ、吉幾三さん。ねえ、よく知ってるよね。 YouTube で、吉幾三さんそれ調べると、いろんな曲にあの歌詞合わせたやつとかがあって、すごい、マイケル・ジャクソンのスリラー踊ってるのに吉幾三のあの歌が載ってたりとかする。それがすごい面白い。スリラー落ち込んだ時は絶対見ます。自信があった時も見ます。結構落ち込むことある？結構ある。ある。落ち込まなそうだよね。俺もそう思う。電池持ってるんです。交換と、わざわざ交換することと、このライブを撮り続けることと、どっちに息があるかなって考えたので、ね、めんどくせえやと思った。交換までして切れたら切れたら切れたら穴赤いのがプチって切れたら電池なくなった。たまたまいいこと言った瞬間とかで息切れてた。それも惜しいけどね。ちょっとそう、今楽屋で話しててすごいこと聞いてたんですけど、おそらく今年結成10周年目なんじゃないかって。ええすごいよ。そんななんだ。俺16歳だったでしょ、だって。ああそうか。今年26歳だもん。おお、わお。26歳とか今年なの。今年、来年、来年、お客さんたちのほうがね、タイトル。じゃあ来年、来年。じゃあ来年でいいよ。じゃあ前祝いだね。そうだね。前夜、前年、前年祭。うん、そう。どんな気がするの。後年祭もありますよ、それ。前年祭すごいですね。そう、長くなっちゃいましたね、いずれにしろ一番長い俺やってるバンドで。俺も俺も絶対そう。9年でもそうだね。すごいね、うん、すげえ。僕はそうでもないけど。さすが年の子です。いやもうなんか20年以上かなっていうのがありますからね。すごいですね。わかりませんよね。そうですか。こんなになんか適当で10年続いてるってのも適当だから続いた感ありますよね。そうですね、うん。やっぱこう何事あれじゃないですか、もうね、恋人とかできても毎日一緒にいるよりもこう、ね、ちょっとたまに会えない時がいいとみたいな、ね、本当ですよね。それに限りますか。それに限りますよ。いやー、そういうことね。いや、こんなくだらないのに付き合ってくださるお客様のおかげでございますよ。ありがとうございます。でもさ、こうなんかいろいろある時こそこういうくだらない話は必要だよね。本当です。うん、本当、俺もそう思うよ。やっぱ、うん、怒られ鮮度になんか笑っちゃいそうになっちゃう時あるじゃないですか。ありますね、うん、今絶対笑っちゃいけないのに。すげえ怒られてる自分にすごい大きくなってきちゃう感覚にすごい近いです。わかります、わかります。取り調べん時とかね。そうそう。ないないない。むっちゃ怒ってるこの人みたいな。すげえ俺自問されてる今。自問どうしよう、なんもないのに俺。そうそうそう。うわ、自白しそう。やってもないこと。やってもないこと。すぐ言っちゃう。見え張っちゃったじゃん。そうそうそう。すいません、俺なんすそれ。俺がやりました。言っちゃったー。かくなんですよ。ラッキーコクソ、ラッキーコクソ。ラッキーでしょ。そうそうそう。ラッキー。やばいです。すいませんね、ほんとほんと。飲み屋でやれみたいな。そうだよね。確かに飲み屋で言っていい話をずっとしてるのが悪い。今度そういうのをこうユーストしてみましょうか。ね。なんか。あ、バイトユーストってのがあってね。わかんないけど。あ、ユースト。から言ってる。桜井君、ユースト。はい、ありがとう。ドイツの新しいメタルバンド。メタルバンド。あれだ。ジャーマンメタルバンド。うん、そう。ユーストすげえ。いや、あのね。もうこれをそのまま YouTube バリに配信できるんです、最近の。桜井くん、YouTube。YouTube は分かりました。それは知ってるよ、全然。YouTube だよ、YouTube。YouTube の部。優秀の部。YouTube っていう。部活、サークル。サークル。サークル。YouTube。さあ、どう書くかな ?YouTube。あ、部、部だよ、部だ。部。YouTube。え、何？俺聞いてんの？うん。部？うん。何の部活かな？何の部活かな？何サークルかな。え、ってかそれ答えあんの、うん、答えは君が決める。あるの答え。君が答え。答えは君が今決めるんだ。つうかほら、シャバ的になんか俺間違えたこと言ったら大変なことになったりしないの。取り調べしない。大丈夫です。取り調べはない。大丈夫です。面白くないから大丈夫です。YouTube。 あいつさ、 YouTube、 あいつなんか知ってるふりして全然知らねえじゃん。俺言われない。いや、もうここでは大丈夫。あ、ここではクリアでしょ、今の話題は。分かってるから。あれじゃない、あの無じゃない。 YouTube の無じゃない。みんな無になろうよ。
あの禅をそう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 、うんうん、あれでいいじゃあ座禅部みたいな座禅部そう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 なっちゃう、ね、大体そうだあのね大体ねケンケンは、はい、あの俺とね波長合ってんだよねあざーすあざーす大体俺があざーす俺ねずっと前から感じてたんだけど今日俺、まあ、なんかやったあと言えない感じねこのはいピクドラス最後だから一応あの割とね俺あの周波数合わせるのが得意なタイプかもしれませんよ、うん、いや割とね言いたいことは分かります合ってて、うん、無にねだからなんかすごく、うん、俺はすごく気楽なんだよ立ち位置の並び変えるってこといやいやいやそういうことじゃなくて縄文弥生じゃないじゃなくていやそういうことじゃなく俺はすごくなんか会話的にはなんかオセロみたいに挟まったらこう番長も弥生側になれるかもなるなる俺的には成り立ってるわけよ会話は常にそうです毎回だからもう全然そう思いますよ俺は全然ねあのなんていうの不思議なとこはないんだもんねそうそうなんでそんな言ってんのみたいなそう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 それそれあなるほど、うん、それ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 もうまさに今の感じよどうですよね、うん、何言ってんの何笑ってんだろみんな何おかしいのみたいなそれはあります常にずっとここで10年間ぐらい10年ぐらいやってた間であるんですけどずっと思ってたみんな、うん、そう俺が思ってたことはそれはあるなんで番長には仕分けが必要ですね蓮舫に頼んでまたお願いします一発仕分けかも俺だってアリの方に寄せますよね番長どちらもありですね、うん、どちらもまあ切るか残すかあれあなんだっけあのそうかいやいやあのほら年の子の方が歌ってないなと思って今第4グループそうそう第4グループの方が歌ってないなと思って、ね、じゃあ行きましょうかブチッああそうものすごい無神経ですよねどっちまあなんかあれですからなんだ何が起こったのそのスイッチ切ってもあんまり影響はないんだよね省エネ的にはね省エネのつもりがそのスイッチはね今の自信満々の顔見せなかったなドヤ顔からの感じ見せなかったなドヤ番長どうですか今のはいや俺何が起こったか全然分からなかったなんで笑ったのみたいないろいろありました、うん、なんで笑ったのまあ、まだ分かった